こんにちは、ごまおです。本日はですね、SBIVTI、こちらの投資信託に100万円分一括投資してみたの15ヶ月後経過報告ということでやっていきたいと思います。1ヶ月に1回ね、報告してみています。SBIVTI ね、非常に興味ある投資信託だと思われます。これから買おうとしている人ね、一体どういう経過になっているのかとかね、気になる方多いと思いますので、伝えていきたいと思います。この動画を見るべき方はね、SBIVTI という投資信託気になる方、100万円も一括でね、買ってその後どうなるのか、このね、一括投資っていうのがね、どんな感じになるのかっていうのが気になると思いますのでね、2021年7月に買ってから1ヶ月ごとに推移報告しているので、そのね、経過が気になる方ね、参考になると思います。この動画作ってる私はですね、30代の男なんですね。で、妻と子供2人の4人家族で、住んでおりまして、地方転勤した中小企業の会社員ですね。もともと関東圏在住だったんですけどね、今はね、地方に転勤してます。2016年より投資を開始していまして、はや何ですか、4年、丸4年以上経ってますという感じですね。iDeCo NISA を通じて米国株を購入しています。主に投資信託 ETF ですね。で、それとは別に仮想通貨とかもね、保有してたりもします。はい。で、SBIVTI とは何ぞやということですけども、SBIV 全米株式インデックスファンドの略称ですね。これは僕が勝手に略してるのが SBIVTI ですね。SBI 証券で買えますと、信託報酬率 0.0938% と銘打ってまして、実質コストはすでに出ていまして 0.11% でしたということで、同じようなね、投資信託楽天 VTI っていうよりも実質コストが安いことが判明しています。今ね、全米株式に投資するんだったら、この投資信託が一押しになってくるのかなという感じですね。どういう運用をしているかというと、世界経済を牽引する米国の企業約4000社の株式にまとめて投資できるっていう ETF、 アメリカのバンガード社が運用する ETF、VTI っていうものがありますよ。その VTI を正直丸ごと買ってますよっていう、日本の会社が運用しているファンド、投資信託があって、この SBI、VTI ということになりますという感じですね。日本円で VTI へ投資を、全米株式っていうのを投資することが可能ですよというね、非常にシンプルで分かりやすい感じですね。100円ぐらいからね、投資することも可能だということで、非常に買いやすい。日本人に生まれて、全米株式に投資したいんだったら、第一の選択肢になるのかなっていうのが、この投資信託っていうことになりますと。というね、積立 NISA とかでも買うことができるので、投資対象になりますよねということなんで、それを僕は、この投資信託が始まった直後に、きっちり100万円分を購入しました。で、それでずっとね、飽きもせず、ただ経過を追ってるっていうね、ただそれだけの動画なんですけども、それは月に1回、報告していまして、今15ヶ月後に来ました。これです。2022年の10月5日ぐらいの情報をここにアップしてますけども、購入15ヶ月後ですね、100万円ぴったり買って、その後1円も買ってないです。積み立てはしていません。ただただ100万円買ったのをガチホですね、がっちりホールドして、ずっと持ってて、その経過をただただ眺めてて、ずっとプラスだったらいいなみたいな、そんな感じで眺めています。プラス 64,821 円ということでね、これ過去最高って書いてありますけど、それは先月の話です。先月の話がこれでプラス14万になってた。これが過去最高だったんですよ。なのにね、10月一気に下がりましたね。プラス64,821円ということで、そんなことになってるんですよ。これ、今の評価損益、これね、この2022年9月から見て、10月は64,821円しかプラスになってないということで、この左のグラフで見ると、どんどん僕はね、最初から上がってったんですよ。ゴゴ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 って上がってって、でもジェットコースターですね、結構ね。下がって、上がって、下がって、上がって、下がって、下がって、下がって上がって下がってみたいな。でもずっとプラスを維持してる。このね、基準価格、これですね。これが100万円、僕の、評価額なんですけど、100万円ぶっかって、100万円、最初100万円の価値だったのが、ずっとね、この100万円を下回ることなく、上の方で、ね、ジェットコースターしてくれてるんで、まだそんなに、ダメージはないかなっていう感じなんですけどね。そんな感じのパフォーマンスになっておりますというのが今月の結果ですね。
まあ、ちょっとね、駆け足でバーって喋ってきましたので、こんな感じになってますけど、そうですね、まあ、これを持ってみた感想としては、一番言えるのは、買った時期が良かったっていう、ただただそれに尽きるなっていう感じですかね。いや、もう、だってさ、これが、例えばそうですね、どこで買ったらまずかここ2021年11月とかですね、ここら辺でもし買ってたら、今は、まあ、ここから見れたら、まあ、マイナスですよね、今ね。まあ、プラスになった時期もあるけど、なんか精神的には、ちょっと辛いかなって、今下がってるんでね、現時点ではちょっと辛くなっちゃう。ここから見ればね。でも、まあ、この時点で買えてるっていうのは、やっぱすごく大きいですよね。つまり、まあ、一括投資で、考えたときに、まあ、めちゃくちゃ大事になってくるのが、この買ったとき。買ったときが、下がってるときかっていうことなんですよね。それにつきますよね。このタイミング間違えちゃうと、精神的にずっと辛いですね。僕みたいに、一切積み立てせずにね、積み立て投資をしていれば、この下がったときにも買えるから、ここに下がったとき、下がったとき、下がったとき、下がったときも買えるから、まあ、パフォーマンスとしてはもうちょっとならせるはずなんですよね。ならせながらこうじわじわみたいな感じでいけるはずなんで、まあ、その方が、まあ、僕がこうやって一括投資やってみて思うのは、やっぱその方が精神的には安心な感あるよねっていう気がしますね。マズギジェイソンさんとかね、おっしゃる通り、まあ、コツコツこうやって積み立てて、VTI を、のみを積み立てていけば、まあ、比較的この右肩、鳴らされた右肩上がりっていうのが体験しやすいから、まあ、投資としては続けやすいんじゃないかなっていう、特に今初心者の方、こうやって変動することっていうのがもう実際経験として染み付いていて、まあ、中級者、上級者の方にとっては、まあ、当たり前のことなんで、まあ、そういう精神的な体制がある人にとっては、別に一括投資っていうのはね、一括投資とか、まあ、個別株をね、買ったりとか、いうのは、まあ、別に指して問題はないのかなとも思いますけどもね、まあ、普段からね、まあ、別に会社でのお仕事も忙しいとかね、家族の面倒見るのも忙しいっていう方がほとんどでしょうからね、そういう方にとっては、まあ、何も考えずに、まあ、緩やかに伸びていくような VTI の一括投資じゃなくて、積み立て投資の方が、まあ、いいんじゃないかなっていうのが、まあ、ほぼほぼ、まあ、現時点ね、15ヶ月後僕が続けた時点では、の結論っていうか途中経過の結論としては、まあ、積み立て投資の方がいいんじゃないっていうのがね、まあ、ある種僕の経験から言われる意見ですね、というふうには思いますね。だからまあ、でも一括投資の、まあ、いい面っていうのは、まあ、こうもうちょっと長いスパンで見たときに、ここが、そこだったら、ラッキーみたいな。そういうことですね。振り幅が大きくなるじゃないですか。この積み立て投資していけば高い時も買わざるを得なかった。このままずっと上がっていくんだったら、高い時もずっと買うことになっちゃうんで、その部分パフォーマンス落ちますよねっていうね。その差ですよね。その差をどう取るかですね。日々割と安定的なね、精神でいられるのかってことを取るのか、最終的にはもしかして、パフォーマンスちょっと上がるのかっていうのを取るのか、まあそれは別に下がることもあり得ますしね。どっちもリスクあるんですよ。別に精神的に絶対安定にいられるのかわかんないですね。積み立て投資で買ってたからって、暴落があれば下がっちゃう時だってもちろんあるわけですから、あり得るわけですから、そのリスクはあると。で、一括投資しても最終的にね、その売った時が下がってる時だったら、そんなにパフォーマンス良くないまま終わっちゃうって可能性ももちろんあるっていうね。そのどっち、その長期的に見た時に、そう長期的なそのゴールでのもリスクがあるし、その途中経過でもリスクがあるっていう感じですかね。その兼ね合い、どっちがいいのか、自分にどっちが合ってるのか、そういうことを考えていくと、とってもいいのかなと僕は思っていますと。いう感じですね。で、2022年10月時点の相場感を見ると、まあ、円安は続くよ、どこまでも、みたいな感じですね。1ドル150円タッチして、みたいな感じになってますね。で、なのに株価はまあ下がったりすることが多いですよね。まあ、これは本当にアメリカのね、インフレ、のね、懸念からの、まあ、利上げ。
みたいなところから起因してますけども、まあ、この状況がね、すぐに終わるわけじゃなさそうだなっていうのはもちろんね、ニュースとか見てわかると思います。まあ、数年のスパン、まあ、長くて10年とかのスパンで考えなきゃいけないのかなと思いますね。まあ、逆に今、まあ株価が下がるならまあ買い時っていうのはまあよく言われてますけどね。まあ、今の状況で、まあ、精神的に自分に余力がないともちろんね、買い増しとかできないし、まあ、積み立てることはできないと思うので、まあね、もちろん資金に余裕があるって人の方が少ないでしょうから、まあ、自分はまあ日々ね、まあ、会社今まで変わらない給料をね、もらい続けることぐらいが精一杯だよっていう人は、まあ、変わらず額をね、まあ、少しずつでもまあ積み上げていくしかないのかなという意味でも、まあ、積み立て投資っていう方がまあどちらかと言ったらおすすめかなというふうに思います。まあ、僕はまあ積み立て投資もあるし、まあ、一括投資っていう手法もあるので、まあ、一応どっちもやってみて、まあ、積み立て投資は積み立て投資でしてるんですよ、僕は。でもそれとは別に、今回みたいな一括投資もしてみて、まあ、どっちがいいのかっていうのは自分的にね、経験を積む意味でやってますと。で、まあ、せっかくだから報告してますということで参考にしてほしいと思います。で、まあ、自分でグラフにしてみたりしてね、変動がよくわかるし、自分の資産だからしっかり受け止められるなという、まあね、過去のデータとか、目論見書とかね、ちゃん、あの、投資信託で目論見書とかちゃんと見れば、そういう、ね、過去のデータとか分かるわけですけども、それってやっぱ自分のお金で運用してないと、なんとなく自分ごとのように感じられないので、やっぱ自分でやっぱ投資してみてね、自分のお金でやってみることで、やっぱ価値っていうのは生まれてくるかなっていう、経験としての価値はね、生まれていくし、上がっていくかなと思います。そうですね、まあ、油断禁物ですけどもね、まあ、僕はもうこの100万円は投資しきっちゃったんで、まあ、これ以上積み立てることも、まあ、積み立て始めることもあるかもしれないですけどね、今後ね。まあ、今のところはそっちにあって、ね、SBIVTI に関しては、まあ、増額はしないで、このまま、まあ、様子を見るっていうのを、まあ、していければいいかなと思ってます。まあ、動画のネタにもなるしね。という感じでした。はい。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。まあ、100年健康に生きるために、まあ、健康の話はいつもしてないんですけどね。僕はでもまあお金の、ね、知識を蓄えて、お金のに関する不安っていうのを消していくことが生きやすくなる。それは健康に生きていることにつながるって思っているので、まあ、こんなことを言い続けていますね。まあ、Kindle 書籍でも書いてるけど、まあ、僕は、うつ病で休職したってこともありますけど、まあ、それでも、まあ、ね、お金と向き合ってくることによって、少し前向きになれたかなと思っております。まあ、Kindle Unlimited でね、読めたりする本なんで、まあ、ぜひ、こういう本を読んでいただければ、僕の考え方とかもっと詳しく伝わるかなと思っております。まあ、またね、ちょこちょこと動画も出していきますので、ぜひご覧いただければと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。